松山市文教町の愛媛大学は30日から、大学の研究グループが松山市で発見した首長竜のものとみられる歯の化石をキャンパス内のミュージアムで初公開します。県内で初めて見つかった太古の大型爬虫類の化石だけに、関係者は子どもたちにもぜひ見てほしいと話しています。化石は研究グループの学生が2018年松山市道後姫塚にあるおよそ8000万年から7400万年前の白亜紀後期の海底堆積層泉層群で発見しました。大きさは長さおよそ 3.3 センチ、幅 1.1 センチほどで、断面は丸くなっています。歯の内側にだけ縦方向の細かい筋がある特徴から、専門家がエラスモサウルス科の首長竜の歯である可能性が高いと判断し、グループは2月に学会で研究発表しました。いつから展示されるんですかというような問い合わせがあって、夏休み前から皆さんに見ていただこうと思って、このアイダンミュージアムさんと相談して展示をすることになりました。ぜひ皆さんご覧になっていただけたらと思います。公開は来年3月31日までで、来場には予約が必要です。